こんにちは、平野由紀子です。この動画は入門から初級に進むピアノを練習している皆さんが新しい曲を選ぶ参考にしたり、またつまずいているところをちょっと乗り越える手助けができればいいなと思って作成しています。こんな素敵な曲がありますよとか、こんな曲動画にしてくださいなどのリクエストはお気軽にコメント欄にお書きください。今日練習するのは鍵盤の遊び。どんな曲か聞いてみてね。これまでに出てきた波長調、都長調、へ長調の音階と和音のまとめになっているよ。波長調は調合が何もなかったから全部発見。それを右手と左手を上手にリレーさせて、ドからドまでドレミファソラシドをリズムをつけて弾くようになっているね。指が転ばないようにタンタカタカタカタン、タンタカタカタカタンと言いながら練習したり、ドレミファソラシド、ドレミファソラシド。指の番号で5432234554322345、どの指が動いているか考えながら練習するのもとてもいいと思うよ。その後の和音はファラド、ミソド、ファラド、ミソドとなっていて、左手がベース、ファ、ミ、ファ、ミ。右手は一番上、小指はそのまま動かず、真ん中がラ、ソ、ラ、ソとなっているね。この3つの音がバラバラにならないように。そしてスタッカートだから、鍵盤に指を用意してからキック、用意してからキック。用意してからキックで鋭いスタッカートができるように練習してみよう。波長調のパートが終わったら少しずつ上に登って、今度は都長調。都長調はファの半音高いこのシャープ、この発鍵ではなくて黒鍵、ファのシャープが出てくるから、右手が少し奥にセットするとうまく弾けるよ。次も同じ指使いで、タンタカタカタカタンと言いながら弾いてみると上手にできるようになるよ。和音は同じ。左は232を使って、今度は右手の小指はソのところに固定してあって、真ん中はミレミレとなっているね。さらに高い初めのドから1オクターブ上で波長調。ここはすぐにへ長調に移るから、和音を1つ弾いたらその勢いでファの ポジションに移動して、へ長調になったから今度はシのフラット、元のシの音より半音低いこの黒鍵を使うから、左手が少し奥に行って、この黒鍵を2番の指が弾きやすい位置にセットしてとなるよ。他の白鍵を弾く指が手前にあって、慌てて黒鍵の時に指を伸ばしたりぐんと前に行くと、この音が転びやすいから、手を移動しないでちょうどよく弾ける場所に小指、他の指を用意しておこう。これも和音一つですぐに都長調に移動するよ。隣にポンと移動して、次は都長調ファのシャープ、右手が少し奥に行くんだったね。最後の和音は左手のベースの形がちょっと変わるから気をつけて、シドシドと往復するのではなくて、シド
ドーと。最後はソの音が加わっておしまいという感じがより強く出るようになっているんだよ。シドシドだとまだ先に続きそうだったけれど、ソが入るとおしまいという形に聞こえるね。右手と左手がスムーズにリレーできるように、ハチョウチョウ、トチョウチョウ、ハチョウチョウ、ヘチョウチョウ、トチョウチョウとすぐ指が移動できるように、いろいろ工夫しながら練習してみてね。最後に全部を通して弾いてみよう。上に登っていくにつれてだんだんクレッシェンド、楽しくなっていくといいね。それじゃあまたね。最後までご視聴くださりありがとうございました。今後も不定期ではありますが、新しい動画をアップしていこうと思いますので、もしよろしかったらチャンネル登録をお願いします。また気に入った曲がありましたらグッドマークもよろしくお願いします。